皆さんこんにちは今回は CG コンピュータグラフィックスがテーマです CG は私たちの生活の様々なところに活用されています一番馴染みが深いのはゲームの世界かもしれませんでも CG ってどのようにして作られているかご存知ですか中央大学理工学部の牧野光則先生にお話ししていただきます 牧野先生は1964年のお生まれ、早稲田大学大学院修了後、早稲田大学助手を経て中央大学に移られ、現在は理工学部の教授を務めておられます。どのような CG を描くかという CG 画像ではなく、その大元であるどのように CG が生み出されるのか、CG の原理と CG 技術についてわかりやすく解説いただきます。 講義を聞いて仕組みが分かればもっと CG が皆さんの身近な存在になるでしょうではご覧くださいゲームや映画などでおなじみの CG ですがそれだけでなく 実にさまざまなシーンで活用されています今や私たちの暮らしにとってなくてはならない存在になっていますではどんなふうに活用されているのか具体例を紹介してもらいましょうこんにちは皆さん中央大学理工学部の牧野です本日は皆さんにコンピューターグラフィックスのお話をしたいと思います本日のお話はこの四つの点について行います はじめにさまざまな場面で使われる CG についてお話ししますその次にそのような CG がどのように作るのかということについてお話ししますそして私自身のお話になりますがこの分野に入ったきっかけについて学生時代を振り返りたいと思いますで最後に皆さんへのメッセージをお伝えしますさて CG といえばもう皆さん見慣れていると思うんですけれども どのような場面で使われているのでしょうか皆さんが一番見るのはゲームであるとかテレビであるとかあるいは映画であると思いますが本当にそれだけでしょうか、えー、百聞は一見にしかずという言葉があります英語で言うと、えー、Seeing is believing ですでこれは、えー、見ることによって我々人間がですね多くのことを素早く理解できるということを端的に表す言葉です で直接見ることができるもの例えばこの部屋のようなものは自分たちで直接見ればいいことですけれども世の中には直接見ることができないものであったりあるいは見ることが非常に難しいものもありますそういうものは一体どうやって見て理解すればいいのでしょうかそういう場面に CG を使うということが行われています。 で,ですからさまざまな場面で CG 技術は使われています。で目に見える CG もあれば気づかない目に見えない CG ももうあります。そういう CG は社会にとってとても役立つ存在になりつつありますし私たちの暮ら,暮らしに欠かせない存在になりつつあります。それではいくつかのシーンを皆さんと一緒に見ていきましょう。これは中央大学の「バーチャルキャンパス」というテーマで。 学生中央大学の学生の夏休みに共同制作作品として作られたものです。今門から中央大学の高楽園キャンパスに入ってきました。で中庭を通って今目的の建物に向かっています。門に近づいてきました。で入り口です。ここで少し CG が変わりましたけれどもこれは建物の中を綺麗に作り出しているからです。 でこうやってちょっと寄り道をしまして自販機ですねで振り返ってエレベーターホールに向かいます実際には人がたくさんいるところですけれどもここでは人は作っていませんでエレベーターを待っていますエレベーターが今右側が光りました到着したので乗り込みます振り返ってボタンを押し6階向かって進んでいきます 学生たちはここのエレベーターの動作も実際に時計を持って測っています。実際にこれぐらい時間かかるんですが、それで目的の部屋にたどり着きました。ところがさっき自販機に寄ってしまったので、こういうメッセージが表示されるという、そういうまあ少しオチのついた作品を彼らは作ってくれています。次の作品は高校生がインターンシップとして私の研究室に来たときに2日間で作った作品です。 薪の研究室があるフロアを、えー、一周するというテーマで作っています赤いラインは薪の研への行き方を示しているそうですで、薪の研の中を見ます外側を作るのが目的だったので内側は空っぽですで、ラウンジに来て少し曲がります暗いのでちょっと設定を変えて暗くしましたそれぞれの部屋には部屋番号と それがどういう部屋なのかが英語で書いてあります。こういう何をどう作るか、何色にするか、どういうタイミングで表示するかというのはこの高校生が自分たちで考えました。で、こうやって一周して戻ってくるという作品を2日間で作ってくれました。で、このようなあのアニメーション、CG アニメーションは少し映像がですね、それほど綺麗じゃないかと思うかもしれませんが。 これは一コマ一コマコンピューターに作らせている関係上少しまああんまりリアルではありません。ところが静止画として一枚の写真として作る場合には一枚の写真にとても時間をかけることができますから CG は例えばこのようにかなり凝ったものが同じ場面でも作ることができます。次の事例は クレヨンと呼ばれるマキノ研究室が今開発中のシステムをご紹介しますマキノ県にはバーチャルリアリティの設備がありますメガネをかけて立体的に物を見る装置ですで、それは単に見るだけではなくて実際に操作をすることができますこの今ビデオは学生が実際にそのバーチャルリアリティの空間で物を作っていくというデザインのツールを今デモで行っています 今四角形を描きましたそうするとクリック一つで箱ができますで今度は円らしきものを二つ描いて縦線を二本描きますそうすると円柱ができるというものですこういう仕組みを今操作している学生自身が研究として作っています画面ではすべての線が二重に見えますけれどもこれはメガネをかける システムなのでビデオに撮るとどうしても二重に映ってしまいます実際にはこれらが浮かんで見えていることになります続いては少し理科に近いお話になります重力レンズと呼ばれる現象をどこかで聞いたことがあるんじゃないかと思います重力レンズは重力が非常に大きいブラックホールのような場所があったときに それによって光が曲げられるといいう状況を指していますでこれは、えー、月と月の位置に、えー、自分がいた時に地球を見ていましたでその時にミニブラックホールが自分とつまり月と地球の間を通った時に地球が丸くなくてですねこのように穴が開いたり2つに割れたりするようなあふうに見えるはずだという物理の、えー 説明を C.G. で表したものです。こうやってみるとえどういうことになるかは当然よくわかるということになります。で、今度は身近な交通のお話です。え人やご車の動きを C.G. で作ることもできます。で、左側は、えー、インターチェンジですね。高速道路の料金所で、えー、車がどのように動くか。で、料金所に入って何秒止まって。 そのの止ままってていいるる間に後ろから車が来るので少しし混むとううような状態を表しています最近の ETC と呼ばれるシステムを導入すればここはもっと速くなるはずだというようなこともこういう CG を使えば分かることになります。一方右側は美術館や博物館の中で人がどう動くか目的の展示物を見て回るわけですけれども一見無秩序なようでいて。 人はああ何らかの動きあの流れがあります。その流れを CG では表しているものです。で今の画面はある部屋の様子をクローズアップで見ています。このように見る場所を変えたりしながら確かめることができるということも CG の大きな特徴です。次は少し宇宙空間みたいな映像が出てきましたけれども、これは私の所属する中央大学情報工学科の カリキュラムを表しています大学のカリキュラムというのは科目がいっぱいあってどれを取るかは自分学生自,分自身に任されていますそうするとどの科目を取ればいいのかある科目を取ったらその次にどの科目を今度は取ればいいのかということがやはり少し分かりにくいのでこういう CG にして表してて表いますで単に見るだけではあよく分かりませんので、えー、自分で操作をして。 どの科目とどの科目がこのようにつながっているのかとかあるいはある科目の表示この科目はどういう科目で何が必要なのかということをこれは文字で見るとかですね場所を変えて眺めるとかいうようなこともできるようになってきています。で情報を絵にするという技術これを可視化と言いますがこの話も CG の一つの分野です。 今お見せしている映像は、えー、ハードディスクの中身とかですね、えー、ウェブページの構造を CG にしていますそれぞれの色とか形大きさには意味があります。例えばアクセス回数ととかかファイルの種類とかですねでそれを一目でこうやって見て大体どんな感じになっているかを理解し細かいところは一つ一つの要素をクリックすることで知ることができます。 でこれが最後の本日の事例なんですけれどもこれは仮想都市の中に、えー、無線欄ですね無線欄のアンテナを置いたら電波がどこまで届くのかということをインタラクティブなシステムとして作り上げたものです。今アンテナの位置を決めていますで決め終わったらこの,この場でコンピューターが計算をします。 でですので少し待たなくちゃいけませんがこうやってコンピューターがここにアンテナを置いたら電波がどこまで届くのかということを同じく CG で表すとで少し凸凹しているところは電波が届いているところあるいは届いていないところを示しています。こうやって全体表示をすると中の方が少し分かりづらいのでこうやって少し領域を指定します。 でその領域のところだけもう少し細かく見ようということもできるようになっています。こんな感じですね。で今日今までお見せした CG 映像はこの９種類になります。でこの９種類ですがすべてですね中央大学の学生あるいは中央大学に勉強に進んでた高校生の作品です。えー 学生や生徒であってもこれぐらいのコンピュータグラフィックス CG を作ることは今可能になっていると言えますで他にも CG が使われているところは数多いというのは皆さんわ、えー、かると思います例えば病院では検査結果を CG でわかりやすく表示し、えー、お医者さんの診断の支援であるとかあるいは患者さんにわ、えー、かりやすい説明をすることができるようになってきています 2つ目は天気予報で、これは多分皆さん毎日見ていいると思います。気象衛星やアメダスが送られてくるデータこれは基本的には全て数値数字のデータなんですけれどもそれを日本地図や世界地図あるいはもっと小さな各地方の地図と重ね合わせて天気今の天気そして明日の天気などを分かりやすく表示するということができるようになっています。 ささらににはは皆さんののうちの車にはカーナビが入っているかもしれませんカーナビは地図や目的地までのルートを示すものですが地図だけではなくて最近では主な建物であるとか混雑状況であるとかも CG 列合わせて作って表示をするということもできるようになってきています。 で一部の博物館では古代遺跡を CG で再現し分かりやすく説明するというそういう、えー、ビデオ上映もなされています、えー、このように CG はいろんな分野で基本的には人々に分かりやすく何かを伝えるために使われているというそういう大切な技術だと言えます。でこのコンピューターグラフィックス CG はあ情報工学に属します。 情報工学というのは英語でコンピューターエンジニアリングと呼ばれる分野ですけれどもコンピューターの原理ハードウェアソフトウェアそしてコンピューターを応用したシステムこれらに関する学問になります。決しでコンピューターグラフィックスはこの4つの、えー、領域のうち下の2つソフトウェアと コンピューターを応用したシステムに属していますで、情報工学や CG は、えー、将来のコンピューターに繋がるということを基本的には勉強する学問です現在のハードウェアやソフトウェアをベースとしさらに良くするためにはどうしたらいいかより良く人々に CG の場合は情報を伝えるにはどうしたらいいのかを考えそれを実現,実現する技術であると言えます キーワードとしては「使うより作るための学問」でありそれも自分が使うではなく自分で作るんですけれども自分だけではなく多くの人が使い役立てるために勉強が進んでいます。いオオいつででももどこのの目の前に先生がいる デジタルペンが君の思考力学力をぐんぐん伸ばす40分のサイクルが君の理想の学習時間を作る「w オのオンライン家庭教師体験授業受付中!」